皆さんこんばんは、上でーす。今回も、前回の続きのゲームやっていこうと思いまーす。で、ここで、またこ、あれ？ちょっと待って。あれ？あそこで。あれ？なんか違う。ちゃう。なんか。じゃあ下降りて、なんか外行くねんな。こっちか。あれ？さっき来たの？何してんの？あ、こっちか。あ、これ開けるんか。そしたら、おんねん。あいつが。そうそうそう。あれよ。あそこにいるわ。テス。気取ったクズ野郎が。さっさと終わらせよう。下手に動かないで。しばらく数が多いわ。届いてないな。ああ、まず北からの連絡が途絶えた。そして南からの連絡だ。もう商品なんてどこにもねえよ。だから俺たちも護衛なんてやってるんですね。ロバートの野郎め、約束は守るだろうな。それでどうなるんだ。OK。この地域はもう終わりだ。外に出ることを考えようぜ。正気か。外に出るのは自殺行為だ。他の運び屋はそうしてるぞ。それより物資がなくなったらどうなると思う。気づいていない敵は三角で掴め、三角で続けてやってください。ナイフ、作り方を解除。おお、来た！うわ、撃たれた。うわぁ、誰？死んだよ。しゃがみ状態で L を軽く倒していくとクリッカーに切る。なるほどね。うわ。しばらく荷物が届いてないな。ああ、まず北からの連絡が途絶えた。そして南からの連絡だ。くそ。もう商品なんてどこにもねえよ。だから俺たちも護衛なんてやってるんでしょ。ロバートの野郎め、約束は守るだろうな。それでどうなるんだ。この地域はもう終わりだ。外に出ることを考えようぜ。正気か。外に出るのは自殺行為だ。他の運び屋はそうして。よし、まず段階復旧。物資がなくなったらどうなると思う。俺はそれでも残るよ。よし、いいぞ。
うわ、やばい。はい、殺せ。ナイス。バカどもめ。うわあ。死んじゃった。敵にレンガや空き瓶当てれば一人。敵にレンガや空き瓶。下手に動けない。はい。数が多いわ。どういけばいいの？じゃあ、あいつを殺せばいいってこと？何すればいいんやってきます？そう。どこ行けばいい？うわ、びっくりした。もっと攻撃。うわ。うわ。うわ。難しい。どこに隠れた？どこだ？やった。いいぞ。なんとなく光ってるやつがあるか。これ以上持てない。
あ、違う。ロバートはあのオフィスにいるはず。行くわよ。さっさとやりましょう。ちゃ、失せるこの野郎。話があるのよ、ロバート。お前に話すことなんか何もないぞ。何？あるね。銃を下ろして。消え失せる。逃げた。ロバート。ジョエル、こっちよ。何？何してんねん。あと少しよ。ジョエ。おい。早く。よーし。どんまい、ロバート。やられちゃったな。ジョエル。悪気はなかった。もちろんよ。よし。はい、お疲れ。会いたかったよ。なあ、お前が聞いたのは全部デタラメなんだ。俺は銃はどこにあるのか言って。ああ、分かった。でもややこしいんだ。待て、まずは話を聞いてくれ。ケイフ。ナイス。それぐらい強くいかんと。わめかないで。続けて。撃っちまった。は？なんですって？仕方なかった。借りがあったんだ。こっちにもよ。判断を誤ったわね。少し時間をくれ。一週間でいい。私を殺そうとしたくせに今さらバカ言わないで。殺そう。誰に撃ったの？ワイゾーテツオ。言えねえ。は？二三日くれれば。あ、くそ。誰に撃ったか言いなさい。ファイアフライだ。奴らに借りがあった。は？なあ、奴らは軍と揉めてる。今すぐ乗り込んでぶっ殺して銃を奪おう。どうだ。おいおい、ファイアフライなんてクソだぜ。やっちまおう。ほんとバカなやつね。うわ、テスやば。でどうする。銃を取り返す。どうやって。さあね、説得するとか。とにかくファイアフライを探すの。ここにいるわよ。早速、女王様のお出ましだ。なんでここに。ビジネスよ。痛そうじゃない。ロバートは。うわ。なるほど、そういうことね。彼が渡した銃は彼のじゃないのよ。返してちょうだい。そうはいかない。返してもらうわ。金は払った。武器を渡すなら見返りがいる。何？カード何枚欲しい。配給カードなんていらない。運んで欲しいものがある。うまくいけば銃は返してあげる。それでどう。銃はどこにある。軍の奴らにだいぶやられたと聞いてるが。疑ってるのね。見せてあげる。逃げないと。
どうする？まず銃を見ましょう。じゃあ来て。脱出するわよ。さあ。取引したいなら、ついてきて。回り道がある。来て。あの爆発、あなたの仲間？その残りね、少ないからあなたを頼る。こっちよ。はい。すごいとこ行くな。なぜ今なんだ？おとなしくしてた。町を出ようとしてた。でも軍は見せしめがいる。だから私たちを狙った。そうみたいだな。自分たちを守ってるだけなの。あ、はい。ジョエル、手を貸して。はい。ナイス。ねえ、大丈夫？待って、兵士よ。あれが出口、橋の下の扉。楽しい状況ではないな。こっそり抜け出しましょう。気が進まないかもしれないけど。やってみましょう。はい。行くわよ。はい。あのドアまで行くわよ。俺たちに会ったのが運の尽きだ。そやろうども。どこに行けば。てんの？あ？もうこっからは先導してくれんのこと？え？いるよ。どういうこと？え？どこに行けばいいの？俺にも聞こえた。注意しろ。全然出てこへんやったらもう。あ、いた、いた、いた、いつの間に。今日はやたらといるわね。どこに行けばいいの。せいせいした。
多分ネズミか何かだ。ちゃうわ。もう投げるもんないやん。は？え？え？どういうこと？見えたか？落ち着け。うわ、何してねん。結局どこに？こっちか。ゴール？はいはいはい。うお！違うな。え、次はどこ行けばいい？見えるか？ここにはいないぞ。いいか、入って。うん。うん。どこに行くの、マーリン？こっちよ。そう遠くない。大丈夫？フラフラだけど、でも大丈夫。ほんまに大丈夫？このすぐ先よ。市民の皆さん、外出禁止時刻になりました。急がない。正式な許可なく屋外にいる者は直ちに逮捕され起訴されます。怖すぎ。何を運ばせたい？見せてあげる。市民の皆さん、外出禁止時刻になりました。正式な許可なく屋外にいる者は直ちに逮捕され起訴されます。また手伝いか。ジュエル、手を貸して。おいおい、どうした？立てよ。手を離して。ちょっとやめなさい。随分と若いメンバーだな。メンバーじゃないわ。嘘。どうしたの？大丈夫、直せるから。ガイドよ。私は行けないの。私も行かない。エリー。エリーだ。これか、エリーって。おい、運ぶってこの子か？ファイアフライがいる州の議事堂まで。そんな遠くまで？でもできるでしょ。戻ったら買った武器は全部返す。倍にして返してあげる。その武器は一体どこなの？キャンプにある。この目で見るまでは何もしないわ。じゃあついてきて。武器を見てる間、私は治療する。
でもこの子が来るのは危険なの。ジョエルがついててあげて。おい、勝手なことやりたい。信用できる。弟のトミーを知ってるの。困った時は兄貴を頼れって言ってた。あいつはファイアフライから去ったぞ。あんたからもね。いい人だった。ねえ、あの子と北トンネルに行って待ってて。勘弁しろよ。運ぶだけじゃない。話は終わり。あなたは大丈夫。ね。マーリン大丈夫？最低。急ぐんだぞ。お前はついてこい。行くぞ。っていうことで、まあ今回は、まあこの辺にしておきましょうか。まあ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 、一回しか死んでないですかね。で、うまいことここまで進んできたんで、ある程度順調なのかなと思います。なのでまた明日ですね、まあ4話目やっていこうと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。じゃあ、皆さんコメントと、あと、チャンネル登録、絶対やってください。じゃあ、これで終わります。バイバーイ。